フーラットもバラケセパハン FC 通称セパハン FC はイランの都市エスファハーンを本拠地とするサッカークラブである。イランのイリブはセパーハーンと表記している。創設は1967年。2002から03シーズンで一部リーグ優勝を飾る。これは首都テヘランを本拠地としないクラブとしては初のことだった。翌2004年。 そして二千六年、二千七年には、ハズフィーカップ優勝を果たしている。二千六から零七シーズンでは、リーグ戦後位に終わった。しかし、二千四年、二千五年以来三度目の ACL 出場で、初のグループリーグ突破を果たし、決勝トーナメントに進出。川崎フロンターレ、あるは札に勝って決勝まで進んだが、決勝で浦和レッズに敗れ準優勝に終わった。しかし、 開催国は1クラブのみの出場という原則から、セパハンが開催国枠として、フィファクラブワールドカップ2007に出場することが決定した。1回戦を勝ち上がり、準々決勝で浦和レッズと再度対戦したが敗れた。本拠地のエスファハンはコーチであり、コーチに慣れていないアウェーのクラブは苦戦を余儀なくされる。イラン代表のモハラムナビドキアラが在籍している。 2007年の ACL 準々決勝で対戦した J1 の川崎フロンターレとは2008年10月24日までに提携を結んだ。事業面を含め両国サッカーに関する情報収集などで協力した。フットサルチームも競合で知られる。イランプロリーグハズフィカップイランリーグ2部 S ファーン、リーグ AFC チャンピオンズリーグ中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。